皆さんこんにちは。映画「生きる」をご存知でしょうか。1952年に公開された世界各国の映画祭でも評価の高い巨匠監督黒澤明の日本映画です。東宝創立20周年記念映画として公開されました。黒澤明が人間の真の生きがいを問うヒューマンドラマの傑作です。胃がんに侵され余命いくばくもないことを知った公務員が市民のために小公園を建設しようと奔走する姿を描きました。主演の志村貴司はこの作品で世界にその名を知られる名優としての地位を確立しましたね。黒澤作品の中でもそのヒューマニズムが頂点に達したと評価される作品で、題名通り生きるという普遍的なテーマを描くとともにお役所仕事に代表される官僚主義を批判しました。劇中で志村演じる主人公がゴンドラの歌を口ずさみながらブランコを漕ぐシーンが有名です。国内ではヒットし第26回キネマ旬報ベスト10で1位に選ばれました。海外でも黒沢の代表作の一つとして高く評価され、第4回ベルリン国際映画祭でベルリン市政府特別賞を受賞した作品です。生きるの主要キャストを現在の様子と合わせて紹介しましょう。役渡辺寛地、志村貴司、役柄帽子役所の市民課長です。30年無欠勤という恐ろしく勤勉な経歴を持っていました。胃がんを宣告され、余命宣告され、これまでの自分の人生の意味を見失いました。人生を生命の限りに生きたいという気持ちが芽生え、初めて真剣に市民からの書類に目を通し始めます。現在舞台俳優を経て映画俳優となり、戦前は時代劇などで活躍した後、戦後は東宝を中心に数多くの作品に出演しました。生涯で出演した本数は443本です。黒澤明監督作品には欠かせない俳優として有名でしたね。生きるでの主演はニューヨークタイムズに世界一の名優と絶賛されました。黒澤作品以外ではゴジラの山根博士役をはじめとして主に重厚な科学者役を演じ、東宝の怪獣映画特撮映画に多く出演しました。1982年敗政のため死去、享年76歳。役木村、日森真一、松竹、役柄市民会員、あだ名は糸こんにゃく。現在戦前戦中戦後と主に松竹映画で活躍した俳優です。特に生活に疲れてどこか覇気がないサラリーマンを演じさせたら右に出る者はいないと言われていました。1959年心臓麻痺のため死去、享年52歳。役酒井、田中春夫、役柄市民会員、あだ名は恋のぼり。現在名脇役として日本映画界を支えたバイプレイヤーです。娘は女優の宇治美沙子ですね。黒澤明や小津安二郎、溝口健二、豊田史郎など日本映画史を彩る数々の巨匠の作品に出演し、性格俳優として活躍しました。特に腹に一物ある関西人商人などを演じさせたら天下一品の名優と言われています。1992肺がんのため死去、享年79歳。役野口千秋実、役柄市民会員、あだ名はハエ取り神。現在黒澤明監督作品の常連俳優として活躍し、テレビドラマでもホームドラマを中心に人気を得ました。主な作品は7人の侍、隠し砦での三悪人、花一門目などですね。1999年急性心肺不全のため死去、享年82歳。役小田切豊、小田切美希、役柄市民会員、新入職員。現在1938年山本薩夫監督の田園交響楽で映画に初出演しました。テレビドラマ出演作にパパの育児手帳、東京警備司令ザガードマンなどがあります。長らく芸能活動から遠ざかっていましたが、2003年舞台作品シベリア超特急4に友情出演しました。2006年心臓疾患のため死去、享年76歳。生きるは黒沢組に欠かせない俳優である
志村貴司を主演に、志村貴司の最高の演技が魅力と言っても過言ではありません。映画以外のリメイク版も多く、名優志村貴司の演じた当たり勘違役を2007年放送のテレビドラマ版では九代目松本幸四郎が演じ、2018年には舞台ミュージカル劇として宮本亞門の演出で市村正親と加賀武が務めています。生きるは印象的な強烈なナレーションから始まります。これはこの物語の主人公の胃袋である。噴門部に胃がんの兆候が見えるが、本人はまだそれを知らないというシニカルなオープニングです。70年前の映画ですが、死に直面した時、人は何を考えるかを問う普遍的なテーマは今も昔も変わりません。生きるでは当時の時代全体を切り取ったような描写、社会や風俗が事細かに描かれていることも魅力の一つです。生きるの見どころは、志村貴司をはじめにセリフを語っている人物よりも、そのセリフにリアクションをしている表情や様子という演技こそが見どころで、人物たちが無言ながら雄弁に語っています。これこそが黒沢演出であり、日本特有の行間を読む、空気を読むといった言語表現ではない絵画手法や、まるでサイレント映画のように雄弁な映像に仕上げているところが大きな見どころとなっています。老人を主人公にした世界的名作の一本として、見る人に深い感銘を与えずには置かない作品です。黒澤明の最高傑作と称されることも多く、70年という月日を感じさせないストーリーです。生きるの制作エピソードを紹介しましょう。主演の志村貴司は撮影に入る前に盲腸の手術をして痩せていました。黒沢に役柄としてそれくらい痩せていた方が良いから太らないように求められたため、志村はサウナに行って減量したといいます。志村がゴンドラの歌を歌うシーンでは、黒沢からこの世のものとは思えないような声で歌ってほしいと注文され、早坂文雄のピアノでレッスンを重ねました。このゴンドラの歌を口ずさみながらブランコを漕ぐシーンは有名なシーンの一つですね。この歌を歌うシーンは、多くのセリフよりはるかに彼の気持ちを感じるシーンだと感じる人が多いのではないでしょうか。実はこのシーンの撮影は真夏です。雪は素子を石灰糖で代用されました。これは黒沢の持論、寒さを表現するには冬に撮影するよりも夏に撮影した方が良い結果が出る、逆もまたしかりというものからです。生きるの人気は国内に止まらず、海外から多くの高い評価を受けましたね。ロサンゼルスタイムズ紙は、生きるは生と死と最後にその両方に意味を持たせようとする必死の努力を深く追求した感動的な物語だと評しました。タイム紙は、黒沢は厳しい現実を、優れた人間性を、人として生きることの崇高さを明らかにしていると評し、2005年発表の史上最高の映画100本に選出しています。1954年6月には第4回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で上映され、アメリカでは1956年5月にカリフォルニアの劇場でドゥームドというタイトルで短期間上映された後、1960年2月に初めて正式上映されましたね。生きるはいつの時代も錆びることのない普遍的なテーマであり、何よりもストーリーテリングの巧みな演出は世界の巨匠としての名を証明するのに容易な名作中の名作ですね。人が生きることに感動と力を与えてくれる作品と言えるでしょう。人生の中で一度は見ておきたい映画ではないでしょうか。一瞬の大切さを改めて感じることができる傑作映画、生きるをぜひ肌で感じてみてください。きっと多くの人の心に残り、これから先も語り継がれる名作になっていくでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。